はい、皆さんこんにちは、ごきげんよう。今日はですね、韓国に来てももさんの結婚式の前撮りだをする YouTube を撮っていきたいと思います。で、事前にももさんたちは韓国に行ってるので、私は今から合流ですよ。韓国は空港から Uber がすぐに使えるのが特徴です。来た、ごきげんよう。はい、ということで韓国に到着しました。すごい雑多だわ。あれ、なんか一人足りない。あ、いた。あ、すごい、こういう感じよね、韓国って。わかりますよ。気持ちは私一人で千と千尋ですね。これは怖いで、急にこんなに閉まってることあるってぐらい閉まってるの。あー、でもすごい、でも可愛い。なんかなんかすごい旅行来た感すごいよ。外国だわ今。はい、こちらの読めない店にやってまいりました。 JMD です。頼もしいわ、韓国慣れてるお姉様方が。すごいわ、皿ごと行くわ。でも美味しそう。そんなことない。今はまだ美味しくなさそうだけど、これ美味しそうになると。今、これ何？これに、これに、これ結構たっぷり入れるの。たっぷり入れても意外とそんなに辛くない。分かった。で、このネギを入れるそうです。はい、ネギ。ニラ、ニラです。ニラ、ニラはどんぐらい？結構入れても平気。こんな感じにタレを作ります。え、すごいわ、小さいウロン茶が本当に。あっちもこっちもよ、分かるわ。お酢入れるの？全部好みじゃない、教えてよ。みんなちゃんと教えて。正解はないわ。え、ね、すごくない、このクオリティ。これ本当？これは悪玉置きじゃなくてキムチなので。好きよ。でも食べてみる。いただきます。これこのまま食べるんやんね。ここに置いて。鍋に入れてもいいし。あ、鍋に入れるんや。なるほどね。いただきます。キムチうまい。ちゃんと酸っぱい、酸っぱいもの好きな人が好きだから、多分これのんけの男嫌いよ、酸っぱっていう。これだ。今日ね、泳いでたわ、私のキムチ。問題はここからよね。すっごい時間かかるんでしょ、これ煮えるまで。でもなんかいいね、私たちみんなねさ、パートで工場で働いてるみたい。何がね、来た瞬間の1分で今出来上がってるの、これがすごくない？私たちのパートのシフトを分かってたみたいな、ここの髪がってぐらいの、なんかこのシステマティック感すごいよね、本当に。何も聞かれずに出てくる。そう、何も聞かれずに、この33でしょ、多分あんたらみたいな。もうすごい好き、こういうところ。で、ミニマムなサービス。なんかもうちょっと私さ、若い頃さ、おばちゃまの子とか怖かったの、おじさんとか。やっぱ自分が年取ったんだもん、全然怖くない。だから、すごいシンプルなコミュニケーションで OK って感じやの。タクシーの人とかも、空港から来る時もタクシーの人が荷物持ってみたら、大丈夫、自分でやるって言ったら、こうやってやられたの。あ、そういう感じ、結構怖いと思ったんだけど、そうじゃなくて早く稼ぐのだけだったからさ。俺が乗せてあげるからってさ、あ、意外と優しいじゃんと思って。その後なんか水くれたのね、なんか中で。すごい冷たい。優しいんだけど、でもなんか怖いなと思って。でもその怖いが、昔は怖いだけだったけど、今別に大丈夫になった、急に。やっぱ大人になったんだろうね、自分は。そうだよ、何年ぶりなんだろう。4年、4、5年ぶりだと思う。そうなんだ。この4年ですごく変わったよね。この4年で変わったわ。めちゃくちゃ変わった。変わったよ。なんでコロナで。流行りの場所が変わった。綺麗になった。すごいおしゃれになったよ。おしゃれになった。すごくなった。かっこよかった。こういう店が増えて、あー、なるほどね。おしゃれの店が少なかったもっとね。それがおしゃれの店が増えたって。めちゃくちゃ増えたかもしれない。お肉も食べれんの？まだ。お肉はまだ。えのきともち、それと、えのきともち。えのきともちはお肉の添え物じゃない。先に行くのね。美味しいよ。本当、分かった。じゃあ食べてみるね。全然違うのに。手作りトップだから。いただきます。餅が違う。あ、うまい。美味しいでしょ。よかった。だってこのお鍋200円ぐらいだったわよ。それは言い過ぎ？ 2000ウォンじゃなかったっけ。だって2万ウォンになった。間違えたわ。2万8000ウォン。280円ってこと。1800円。あ、まあ普通か。安いよ。でも1人1000円で夜だもん。え、人鍋？人鍋。でも3人前って言ったじゃん。人鍋プラス1人前追加ぐらいだから。安い。2人前の価格なんだよ。じゃあ若者ぐらい優しいね、この国、うん、絶対に。すごい今美味しかった。餅がすごい美味しい。餅がすごい美味しいの。思ってた10倍美味しいの。はい、来たで。さよならペスカトリアン。いただきます。あ、美味しい。美味しいよね。
そうだそうだ、思い出したけど韓国って鶏肉めっちゃ美味しいんだ。あれでも赤くなるの、ふわふわで。カニ方式ね、黙っちゃう。食べるの大変。骨付きだからね。でも美味しい。いや、うまい。ごちそうさまでした。イエーイ。はい、次に行きます。グリちゃん、タオちゃん。これ、本当に本当にかき氷だこれ。あ、本当だ、ちゃんとしてた、ごめん。今からみんなで AV の話し合いかなとか思っちゃった。なんかビルがさ、結構物騒だったから。あー、かわいい。え、普通に綺麗。え、思ってたのと全然違った、すごい素敵。景気がいいよ。お店がこんなにカジュアルに出てくるものがこんなに高そうなものなのね。はい、みんなでかき氷屋さん来ました。なんか、見た目ね、この食べ物は思った通りの味っていうよりも思った方がすごい、すごい綺麗だから。だってこれとかもあってもうなんか1万円ぐらいに見えるの分かる。150円ぐらいだったじゃん。あ、違う違う、1500円じゃん。うん、すごい安いの。でもさ、なんか韓国さ、やっぱり子供連れの家族とかいてなんか素敵だなと思った、日本人の。なんかあの、確かにさ、初めての外国に対してはぴったりじゃない。ちゃんと外国感もあるし、でも高くないし、でも楽、日本語もいっぱい通じて。え、ダメでね。食べてます、ありがとうございます。タイだったらサラダにするぐらい硬いの。これだからチリソースかけたらすっごい美味しいメロンなの。逆にわかる。あの、すごいシャリシャリなの。あの、クランチーよ。ダメでもすごいクランチーだから、本当は100倍クランチーだからびっくりするの。これよ、サラダのメロン。うん、やばいやばい、生ハムだと美味しいってなる。オリーブオイルとバルサミコかけたらすごい美味しくなる。無料でたい焼きくれました。間違ったのか無料かは分からない。韓国語は喋れないから。でもなんかラッキーと思って食べるね。え、これつけるじゃないの。まあいいわよ、なんでも。あ、これ美味しい。グリちゃん、タオちゃん。はい、みんなでオリーブヤングに来ました。じゃん。あ、本当に混んでる。これ98円。あ、なんか980円。980円。これから可愛い、自然で。ごめんなさい、あの、店頭販売させるのはやめてもらえない。いい加減にしよう、本当に。あんた、グリちゃん、タオちゃん。はい、ホテルにやってきたので、ホテルのルームツアーをしていきたいと思います。今回はですね、カンナムにあるアンダーズホテルというところに泊まりました。比較的新しいホテルで、部屋が明るいのがポイントです。じゃあ見せてくれ。まずエントランス入ってからこんな感じに、すぐにクローゼットがあります。なんかこのお部屋何のタイプなんやろね。ひろみちゃんが予約したからわからへんわ。あ、かわいい、なんか浮かれてるわ、靴下。シューズ社員ですって。シューズ社員はお願いしとくわ、私のエルメス。棚があります。こんな感じですね。クリーニングもできますよ。で、お風呂。あ、お風呂とトイレ分かれてるタイプや。やったー、嬉しい。クリストフ・ラウンデルっていう、ソウルっていうなんかやつですね。え、すごい、お風呂場が分かれてるの完璧。いい感じよ、結構広めの、スタジオタイプなのかな。え、何この無駄な空間。はい、ここ無駄空間でした、すいません。あ、お湯沸かしで、お茶飲もうかな。え、すごいハッピー。これポストカード。何これ、これは何なんやろ。オーマイガー、 iPhone 充電器ある、すっごい便利ですね。かゆいところに手が届いてる、おもてなしです。日本ちゃうけど。で、普通にドリンクと水が冷えてるのもいいですね。あー、すごいいっぱいあるよ。ドリンクバーがしかも無料だそうです、このホテル。で、お風呂場。あー、お風呂場すごい、嬉しい。なんていいお風呂場なんでしょうか。電気つけたいね。え、これはお風呂入りたくなるやつ、最高やん。お風呂入ります。明るくなったわ。お風呂場最高。よし、ここにお風呂入って寝るで。完璧よ。グリちゃん、タオちゃん。はい、おはようございます。韓国2日目です。今日は朝ごはん食べて美容クリニックに行ったり観光していきたいと思います。
はい、ということで完成です、支度が。これはアミアレキサンダーマディッシュのシャツで、なんかはポルトガルデカルトなんてもあるんだったっけ。本当に気になるやつなんか着れば、ここのここが全部なんもう TM レボリューションスタイルやねん。ハブこれで、当然はエブスタイルかもしれないけど出かけていきたいと思います。で、これぐらいじゃないとこんな浮かれたら切られへんからね。はい、グリちゃん、タオちゃん、本当にずっと私たち食べてない？ただも心配よ。あ、昨日買ってたやつじゃん。でもグルタチオンってすっごいんだよ、体に取り続けなきゃいけない。今アメリカでもさ、なんかさ、すごい高級なスーパーさ、とか行くと、これのなんかすごい精製されたやつがめっちゃ売ってんの。そうなんだ。すっごいんだって今グルタチオンって。あ、美味しそう。はい、タッカンマリー、そぶんた、うん、美味しい。うまっ。いや、うまい、本当に。これ朝ごはんいいね。うん、みんなとみんなとみんなのボディとかに行きたいって。そうだよね、わかる。そんな飲むことありますか、本当に。ないですね。聞いたことないで、ただで小島で飲んでるんで。赤くなるよ。ならないよ。飲むことってお酒飲まないよね。私も弱い。ああ、そういうことね。さ、カフカフ絶対のさ、やめようと思ったの。あ、お酒、うん、私だって一回全然飲んだの。自分のマンションの前で彼氏が車止めてる間に全部脱いで、言われた時にこうやって本当に走ったんです、ここで部屋の前まで。ねえ、私たち あなたの結婚式の前乗りできてるからね。なんか急ね、お祝いできてるんだよ、みんな。トモくんの元彼が登場するエピソード全部出てくるわ。トモくんもいるから、最後トモくん焼き餅やってる。かわいい。こんな話はもう絶対以上って言ってる。それはもうね、なんか500円貯金だと思う。嫌な思いをさせた貯金をさせてもらうべき。でもね、この服を脱ぎたいんだけど、ここがすごい空いてるから、ね、ちょっとダメかな。でもさ、脱いでたらすごい涼しいよ。そこだけじゃないの。どこだけじゃない、わかる。パンツ丸出しだからね、ちなみに横から見たら。昨日と同じ再びスカートも取り出してる。ねえねえ、まず隣で勝手に田植えするのやめてもらっていいの。びっくりしてます。普通にかぼちゃパンツみたいになってるんですか。やめてと。こんな色々ついてこれ1個1000円。すごい。この2秒で出てくるところが本当に。忙しい時でもすぐ出てくるから。グリちゃん、タオちゃん、はい、朝ごはんトヨタのオリーブヤングにやってまいりました。あ、私むくみ出るわ。今日買うのはこちらです。これじゃあ友の会の人にお土産買おうかな。お土産セットに買うわ。3つあるかな。3つあるわ。これは韓国のなんかとかで YouTuber さんとかでめっちゃ流行ってるホワイトニングできる歯だそうです。しかもこうなんで、ね、見て。本当かな。でも買ってみよう。ホワイトニング作ってる会社が作ったファミリーの人。あ、そういうことね。だからアグレッシブなんだ。いいやん。あのむくみが取れるお茶ってどれやろ。あ、そう、あのかぼちゃの。すごいわ、もうみんな詳しいわ。助かるね、本当に。これがかぼちゃで、これがかぼちゃで。あ、ちょっとあかんねん。オッケー、きついわ、一回。はい、ね、まさかの韓国まで来てスタバでお茶してます。こんなに韓国通が何人もいるのに、ゴロゴロ。限定あったからね。で、これからはですね、藤子さんと私とジョージさんは一緒にこの辺をぶらついて、ももさんとともくんは撮影しに行きます。あと、せいだいくんも一緒に撮影装置に行くそうです。じゃあ行くね、みんな。はい、じゃあ後ほど皆さんごきげんよう。グリちゃん、タオちゃん、はい、続いてはみんなでクリニックにやってまいりました。グッシャインクリニックです。日本語通じるといいね。すごい曇ってるわ。まあそんな時もあるわ。吹いとくわ、次。はい、ということで3人で美容クリニックにやってまいりました。ここはですね、韓国にあるルシェインシャインシャインですね。ルシャインってクリニックなんですけど、日本語がまず1個通じるってところと、オフィシャルホームページにもいろんなメニューあるんですけど、それ以外にもそのカウンセリングすると、国民の妹の IU 注射とか、アメリカではビヨンセ注射って言われてるものらしいんですけれども、そういうちょっと美白とかくすみを取ってもらうものであったりとか、カウンセリングに合わせてその人それぞれに合わせてやってくれるそうなんで、そこで3人で施術を受けていきたいと思います。この3人だけでもうジョージさんと私はほぼ一緒やってんけど、藤井さんの場合は藤井さんの顔を見て、あなたにはこういうやつの方がいいんじゃないって感じで
その人それぞれに合ったやつをね、入れ替えてくれるそうなので、それがなんか素敵だなと思いました。じゃあ早速施術に行ってまいります。綺麗になりますように。この、クレンジングをする前にまさかの頭を揉んでくれるんです。これがもう気持ちよすぎて死んじゃいそういい感じです。完璧。このサービスあるのすごい、タイみたい。でここからクレンジングをしてレーザーを打ったりとか、注射をしていきます。 IU 注射です。はい、今からピーリングをやっていきます。結構ピリピリするそうなんで1分半置いてからすぐ流すそうです。これが毛穴とかなんかくすみにすごい効くそうですよ。すごいですねこの人、あと職人。これでよくさらに機械が効くようにより高めるってことなんですね。何それ、知らない。それは結構いろんな施術やる前にやるってことですか。そうですね、何を受けるかにも違いますけど、できる時にはこうやって事前にやってパワーアップさせるってことなんですね。すごい。これが今、この後やるやつの有効成分をさらに届かせるためにプレコンディショニングっていうやつだそうです。全然痛くない、ちょっと超音波感じる。オリジオ初めて見た。オリジオという韓国の会社が作ってる開発、リフトアップですか。まあ正確にはタイトニング。 OK、 この部分が気になります。あ、気になります。あ、すごい、何にもない。あ、まず準備、OK、今始まります。はい、ああ意味が分かった。骨の上はちょっとあったかいけど、うん、大丈夫です、うん、この部分とこの部分がちょっと痛いです。 OK、 分かった、頑張る。お肉が少ないとこが痛いんですよってことですよね、うん、私顔にあんまりお肉ないんで多分、うん、でも大丈夫、全然大丈夫、うん、最後のパンパンパパンのパパンがちょっと熱いぐらいです、うん、まあ温度がどん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 上がりますので OK、うん、あとはちょっと我慢ね、熱いと思います。 OK、